アーガーハーン建築賞は、イスラム教イスマー・イール派の文派、ニザール派の第49代イマームのアーガーハーン4世により1977年に創設されたイスラム社会の要求を満たす建築計画を対象とした建築の賞。賞の目的は、イスラム社会の要求と願望に対して、現代建築デザイン、公共住宅建設、街づくり、 共同体の育成と改善、建物の修復、再利用、街並み保存、ランドスケープデザイン、環境改善などの分野において優れた対象を示した建築計画を検証し賞金を授与することにある。受賞式は3年ごとに開催され、複数の建築プロジェクトを選出し、最高50万アメリカドルの賞金を授与している。世界の建築賞の中でも授与の対象に、 個々の建築や建築家個人だけでなく、優れた建築計画、携わった集団、計画に関わる利害関係者たちなどが含まれるところがユニークな点である。この章は、アーガー・ハーン開発ネットワークの一部で、イスラム世界の社会、経済、文化の活性化を目的とする組織、アーガー・ハーン・トラスト・フォー・カルチャーが実施している。 アーガーハーン建築賞はムスリムが重要な位置を占める共同体を対象にしている。3年ごとのサイクルで運営されており、アーガーハーン4世が委員長を務める運営委員会が置かれる。1回ごとに運営委員会が新しく構成され、賞を受ける建築計画の基準作り、その時代の関心事に合わせたテーマ選定、賞の将来についての長期計画の策定などを行う。 運営委員会は、毎回の審査委員長選定に責任を負うほか、セミナー、現地調査、受賞式典、広報、展覧会なども運営する。候補となった、建築計画の中から、審査委員長が優秀なものを10つ前後選び、式典でこれらを表彰する。一つの建築計画に贈られる賞金は、最高50万ドルで、世界の建築賞の中でも最高額である。 昭和1978年から1980年までの第1サイクルに始まり、2005年から2007年の第10サイクルまでが終わっており、2008年から2010年までの第11サイクルが進行している。これまで全世界で7500カ所以上の計画が調査され、その中から92の建築計画が表彰され、賞金を受けた。 受賞式典は毎回イスラム圏を中心に異なる国で行われ、その国を代表する歴史的建築や宮殿などで開催されている。審査委員長による選考の対象外となる業績に対して運営委員長から送られる委員長賞もあるが、これは優れた建築家の生涯の業績に対する功労賞とされており、これまでエジプトの建築家、都市計画家、 ハッサン・ファトヒー、イラクの建築家、教育者、リーハット・チャドルジ、スリランカの建築家、ジェフリー・バは、イスラム芸術と建築の専門家、オレグ・グラバールの4回しか送られていない。ありがとうございます。